ピード感あふれる動物の撮影も、また、広い風景の中にいるようなね、非常に高精細な撮影、どちらも場面でもですね、まさにトップレベルの非常に高い能力を持っていてですね、これが本当にフラッグシップのカメラの力なんだなというのを感じました。想像以上に綺麗だなってまず思いました。こういう風な絵が作りたいとか、イメージしたものに対して絵を作りやすいカメラだな、振袖さんや舞妓さんみたいな存在が未来を掴んでる、そういうユニークな絵をちょっと作りたかったんです。最後には未来を掴んでる、ソニーが新しい時代を作るっていうようなビジュアルを作りたいと思いました。このサイズで、全てのものがやっぱり詰まってると、フラッグシップというのにやっぱりふさわしいカメラ、アルファ1マーク2、非常によく進化したなと。若いスプリンターでですね、もう本当にエネルギッシュ、筋肉とかですね、美しいアートシーンを撮影した時に力が一番爆発する瞬間を狙って、少しのタイムラグさせてはいけないというところで、プリ撮影っていうのは非常に頼もしい部分だと思っています。 OK。 フロント正面向いてる時は瞳を捕まえていろんな角度から撮ったんですけど、髪だったりとかを撮るために後ろを向いてもらった時も、フォーカス逃がさないな、オートフォーカスずっと捕まえたままだったので、精度はかなり高いなと思いました。プリ撮影によってですね、今まで難しかった小鳥の飛び出しなんかもですね、確実に撮れるようになって、広大な風景の中に生きる動物をですね、しっかりと被写体認識してくれるおかげでですね、彼らが住む生息環境を含めた非常に奥深い作品を撮ることができます。フラッグシップのような安定感のあるバランスのいいカメラが絶対的に必要で、特に広告大きな仕事だとクロップ間違いなくされるので、いろんなアングルにトライできる、でその後考えることもできるっていうのは魅力的だなと思います。撮影していた時には私の肉眼ではね、確認できていなかったような細かい毛の一本一本までですね、再現してくれて、非常にこれがやはり高画素5000万画素の力なんだなというのを改めて感じました。非常によくチューニングされてですね、快調豊かであり、中域広域のノイズが非常に少なくなっていると。新しい時代の写真として立体感とかトーンのムードとか、作りたいビジュアルがどんどんグローバル基準になっていってると思うんですね。そう考えた時にソニーの色作りとダイナミックレンジの考え方はそこにアプローチしやすいなと思います。フラッグシップとしてどこにも隙のない完全なカメラになったと思っています。フラッグシップ機が性能が上がるっていうのは、写真の時代というか世界が変わっていくっていうことだと思います。アルファ1フラッグシップ機としての己の壁を超えると、それを見事にアルファ1マーク2は超えてきたというふうに実感しています。